曲「雨酒場」などを書かれた大先生でございます。その先生に曲を書いていただきました。そして作詞の方は岡みゆき先生、今日実はですね、応援に駆けつけてくださってるんです。岡先生、どうもありがとうございます。ありがとうございます。素敵な女性らしい作詞をいただきました。その岡先生の詩を大切にしながら、そして聖川先生のところに、1年かけてレッスンに参りました。1番ワンコーラス、先生がいいんじゃないって言ってくださるまで半年かかりました。それだけ一つの言葉にしても、こう歌われる方はお分かりいただけるかと思うんですけれども、音の色と書いて音色、こう温かい聞こえ心地だとか鋭い感じだとか、そういった歌い方の根本的な部分も先生に教えていただきました。それでは一番 OK もらうのに半年かかった味濃い酒で未練酒でございますが、それでは皆さんにしっかりと聞いていただきたいと思います。温かい気持ちになれるメロディーと、そして女性の切なさが入った素敵な詩でございます。瀬尾弘奈の「味な恋の酒未練酒」、聞いてください。